この番組はアニメアニソン好きのだらずなコーチケが開放倉庫米子店の提供でお送りするゆるいアニソン番組なのである。久しぶりに星屑英雄伝の新刊なんですね。コーチケのアニダラ。はい、どうもコーチケです。ホスピットのひかりです。カノンです。ちょうちょ結びのあやです。じゅんなです。よろしくお願いします。なんか声が遠いな。すごい遠かったな今ちょうちょ結びの二人が、まあ、今回から入ってくるっていうことで、はい、まあちょうちょ結びの子たちも、はい、まあ、アシスタントとして、はい、まあ、ちょいちょい出てこようかなというような感じですね。ほんと声が遠いな。なんか株入ってるか本当にちゃんとマイクにかぶりつきなさい、うん、ちょっとマイクもう一回ちょっと言ってみて。ガーってこんにちは。こんにちは。全然声入ってないまあ いや、ファックスいただいております、はい、ラジオネームみおぱらさんからです。はい、コーチケさん皆さんこんばんは。こんばんは。すっかり秋という感じですが、うんうん、学校や住んでいる地区によってはこの時期運動会がありますね。はい、そうですね。コーチケさんや皆さんはもちろん大活躍で勝利に貢献してますよねといただきました運動会はもうあった？ありました。ありました。結果は？結果負けちゃいましたね。私は負けました。負けた。優勝しました。優勝しました。あ、ほんと。はい、じゃあ負けたのは私だけかな。光だけ。私もです。はい、でした結構そこそこいい感じのバランスが取れてるという感じですね。はい、わかりました。さあ、今回リクエストもいただいてたんですけれども、ちょっとリクエストの曲がですね、はい、こちらのライブラリーになかったので、はい、ちょっと久しぶりに僕が聴いてみたい曲をお届けしたいと思います。はい、H2O から坂木原由衣で片翼のイカロス。鳥取アニカル祭りインフォメーションということで、はい、2014年10月26日日曜日、日曜日にガイナックスシアター、はい、ガイナックスシアター、米子市の文化ホール前、はいはい、で、鳥取アニカル祭り2014が開催されます。はい、まあ、あのカラオケイベントがあったり、イラストコンテストや男の子を作り上げてみようとか、うんうん、まあ、一芸大会があったりとか、まあ、いろいろやる予定になっております。はい、チケットの方が現在発売中でございます。はい、プレミアム前売り券、これが予約抽選となっております。これが3000円、はい、そして、一般が1000円、うん、でもすでに販売しております。はい、で、高校生が500円、幼児無料というふうになっておりまして、はい、今回はですね、その中でも、うんうん、あのアニカルプチというですね、はい、ま、毎月やってるイベント、この紹介をしていきたいなと思うんですけど、はい、10月4日土曜日にですね、うん、大山町の廃校、はい、廃校で、人狼in大山を開催いたします。はい、あれですよね、人狼は知ってる？はい、知ってますよ。知ってます。お、知ってる、すごいな。はいはい、あれですよね、あの、人が町人とか、うん、鬼とか、鬼じゃないや、うん、あの狼とかいて、うん、それを突き止めるみたいなやつですね。狼を見つけるやつだね。はい、まあ、その狼を、お前が狼だっつって、まあ、吊るし上げてあ、そうです、やったり。でも本当に廃校でやるんですよね。本当にやるんだよ。でそれも、まあ、昼からの部と夜からの部、夜は怖いですよ、両方があって、まあ、あのシチュエーションとしては、あの廃校の体育館の中で、体育館やろうかなということで。校舎には入んない。校舎ももちろん通るよ。通るけどメインは体育館。体育館、そう、ほとんどお化け屋敷みたいじゃない、まあ、シチュエーションとしては、まあ、体育館にみんな避難してきたという中でいきなり閉じ込められてしまった、うん、そこで人狼がスタートみたいな感じであります。すごいですね、本格的 で、 そうで、今回、まあ、大戦でやるということで、はい、まあ、登場キャラクター、まあ、通常だったら、まあ、人狼はまあそのままいるんだけど、はい、まあ、あの占い師とか霊媒師とかいるのが、今度は集権者とか巫女とか、まあ、それからカラス天狗とか、大山にゆかりのあるような感じで、はい、そして中にはムキパンダ、ムキパンダ、はい、ムキパンダをなぜか設定しました登場人物で。ムキパンダって何ですか？ね、まあ、役職がまず与えられて、あなたは村人です、あなたは人狼です、うん、でもそれはみんな誰にも言ってはいけない、うん、でその中で人狼は自分を隠しながら村人を食い殺していく、うん、村人は誰かをこの人人狼じゃないかと思って吊るし上げて人狼を消していく、うんうん、でその中のやり取りのキャラクターの中でムキパンダ
パンダ、パンダ、皆さんあのムキパンダになってくださいっていう非常に困ったような、はい、あの仕掛けもしております。はい、さあ、10月4日土曜日お昼1時から5時まで昼の部、はい、それから夕方6時から10時まで夜の部、はい、これが旧庄内小学校の体育館にて開催です。はい、無料の送迎バスも出ます。お、予約必要でございます。はい、そして参加費が1000円、はい、事前申し込みを必ずしてください。はい、こちら、申し込み方法なんですけれども、ホームページの、ね、メールフォームから申し込んでください。はい、ホームページの方がですね、まあ、大山人狼で検索していただくと、はい、大山人狼、うん、やっていきますので、またあのアニカルのホームページの方からもリンク貼ってありますので、はい、アニカルプチのページからね、はい、行ってもらえたらと思います。はい、一応申し込みの締め切りが9月の26日金曜日となっております。もう少しですね。とあと1週間後ということで、はい、10月4日大山町人狼院大山、こちら、1000円で参加できますので、夜、はい、夜中本当に怖い中で皆さん人狼をやってみましょうということです。はい、怖いよ。ということで、以上鳥取アニカル祭りインフォメーションのコーナーでした。のアニダラ開放倉庫米子店トレジャーレポート。このコーナーはファミリーエンターテインメントリサイクルストア開放倉庫米子店のさまざまな情報をお届けするコーナーです。スタッフの深井さん、またまた連休がたくさんやってきておりますけれども、開放倉庫米子店、次の連休もまた何かやるみたいですね。はい、今回ですね、連休の開放倉庫のテーマがですね、本気の買い取り見せます、開放倉庫へお入りください、買い取り強化宣言となっておりまして、うん、その名の通り今回ですね、買い取りの強化イベントをご用意しておりますので、うん、そちらの方を紹介させていただこうと思います。はいはい、今回新企画をご用意しております。何ですか何ですか、毎回毎回新企画出てますけどいや今回すごいですもん、はい、サイコロ振って買い取りアップ。サイコロ振って買い取りアップ、どういうことですか。名前の通りなんですけども、はい、査定金額1000円以上の買い取りが成立した場合ですね、うん、サイコロを1回振っていただきます。はい、で出た目に応じて査定額がアップと、お 1,2,3 の目の場合は 5% アップ、はい、4,5 の場合が 10% アップ、はい、6の目の場合は 20% アップとなります。え、じゃあ1000円以上の買取が成立したら必ず 5% 以上はアップするってことですか。そうなんです。ただでさえ高価買取している商品がですよ、はいはい、そこからさらにアップしちゃうと、うんうん、これは本当に、これ本当にすごいですよ。とんでもないことですよ。はい、そうなんです。いや、例えばですよ、2万円の買い取り成立しました、サイコロ振って6が出て 20% アップ、まさかこれも OK なんですか。そうなんです、2万円の買い取りが2万4000円になると。うわ、6分の1ですからね、20% って結構よくあることだと思うんですよ。でさらにその4号も含めると2分の1でも 10% 以上アップするわけですからね。本当です、すごいですよ。いやー、売り時いや本当に売り時です。で、土曜日にですね、はい、明日ですね、9月20日土曜日ですね、チラシの方が入るんですけども、そのチラシ裏面の方に買い取りの金額のけさせてもらってるんですけど、その金額でも驚いていただけるんじゃないかなと思うんですけども、そこからさらにの買い取りアップなんで、これはぜひね、この期間中9月の20日から23日までですね、この期間中にぜひまとめて持ってきていただけたらなと思いますね。はい、注意事項としては買い取り成立1000円以上というところと、もう1点こちらですね、サイコロチャレンジ後の買い取りキャンセルはできませんので、うん、まあ、5% だったからやめようかとかとは基本できませんのでご了承ください。はい、あとですね、金プラ金券に関してはこちら対象外させていただきますので、こちらの方も合わせてご了承ください。はい、わかりました。さあ、そしてその他にも楽しそうなイベントがまたやってきております。はい、こちらですね、ビンゴ大会来た、やはりやります。21日16時からと23日16時からで、こちら今回も妖怪とか何々とか何々とか用意してますんでぜひ、まあ、定番のイベントでもう毎回毎回お客様集まっていただいてるんですけどもね、うん、今回も豪華な景品用意してますので、ぜひお集まりください。はい、開始時刻10分前にはぜひお集まりくださいということですね。はい、そうです、毎回混雑かなりしておりますので、早め早めの集合お願いします。すみません。はい、参加無料ということで、21日23日の夕方4時でございますビンゴ大会です。さあ、その他にもこの20日から23日に通じたまたガラポン大会があるんですね。
そうなんです。こちらですね、1000円ごとのお買い上げで券の方を1枚申請させていただきます。こちらの券2枚で1回回していただきます。で、今回もですね、まあそうですね、チラシの表面に画像とか載ってるんですけど、 PS4 とか用意してますんでね、ぜひその景品がなくならないうちに回していただきたいなと思ってますんで、うん、はい、ぜひね、こちらの方も期待して、景品を期待してね、来てやってください。はい、もう売るのも買うのも開放倉庫米子店という感じでございます。9月の20日から23日までの4日間、本気の買い取り、そしてサービス、これがね、受けられるということで、ぜひ皆さんお越しください。米子市由美町開放倉庫米子店、詳しくはホームページ、ブログをチェック。以上、トレジャーレポートでした。さーの、高知家のアニダラ、ナチュラルの声優パレット。遠く遠くへと伸ばした手に触れたんだ。このコーナーは声優紳士ナチュラルさんとお送りするミステリアスでちょっぴりコアな声優トークのお時間でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとナチュラルさん、はい、周り女の子たち4人の子なんですよ。もう肩身が狭いことこの上ないですね。まあ、あのこの収録しているスタジオは、はい、まあ、ワンマンスタイルで僕がこう音を出しながら喋って、うん、そしてブースの中に、はい、まあ、喋るブースがもちろんあって、うん、1個壁があるんだよね。そうそうそう、1個壁があるんだよ。、うん、で、その中のそのブースの中にナチュラルさんが男性1人で、本当にね、数年前までは1対1でやってたのに ね本当にもうなんかこんなことになってますね。ちょっと気恥ずかしい気もしますけどね。もう逃げなす、逃げなす。喋りませんよ。ダメですよ、ね、じゃあちょっと喋ってもらおうかと思いますね。今日持ってきていただいたちょっとネタなんかも教えてくださいね。はい、今回ですね、普通に声優さんでは多分初めてじゃないかな、うん、CM にがっつり出てるというね、ところがありましてですね、戸松遥さんが、はいはいはい、まあ、ソフィアのメンバーでもありますけれども、うんうん、古田製菓の CM でですね、まあ、あの世界セコイアチョコレートとか、はいはいはい、生チョコレートとかっていうのですね、もう恥ずかしいセリフを喋らされて、いうことでですね、まあ、実際こっちではなかなか見れるかどうか分からなかったんで、うん、YouTube の方でちょっと見させてもらったんですけど、うん、さっきもね、みんなで見たんですけども、うん、まあ可愛い、可愛すぎますよ。ちょっと、まあ可愛い、超可愛い。ナレーションとかじゃないんですよね。そうですね。まあ、ナレーションとかだったらね、結構これまでもね、うん、あの印象的な若本さんとかよく喋ってますけどね。まあ実写で出てくるってなかなかちょっとないなっていう、うん、まあ、声優さんもね、こういう仕事もやるようになったかっていう感じではあるんですけどね。片谷瑞希奈々はすごいどんどんマッチョになっていっていう噂もありますけれども、割れてますからね。すごいバキバキですからね。バキバキですからね。割れてますよ、まあ、ちょっと雰囲気の違うこの戸松遥さん。彼女はさすがに割れてはないでしょうけども。ねえ、いやー、まあでもとうとうその重いのか、がっつりそう正面から顔出して、そうですね、もそこら、うん、はっきり言ってしまってもそこら辺のアイドルとかにも引きを取らないぐらい可愛い感じでね、そう思いますね。すごい可愛いですからね。声がすごい可愛らしいじゃないですか。そうなんですよね。こっちがなんか見てる、聞いてるこっちまで気恥ずかしくなって、そう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 、ね、もう本当になんかアニメで出すような感じの声の ね出してましてますからね。はい、あ、恥ずかしいけど、あ、可愛いわって。で、なんか今回からちょっと参加しているこの蝶々結びの2人なんですけど、はいはい、戸松遥さんのこと知ってますか？はい、私あのあや、うん、あのアニメすごい好きで、戸松遥さんも、うん、もう可愛くて可愛くてしょうがない。そうなんだ。超可愛いですよね。幸せそうな顔してる。本当にもう、すごい、もう目がトローンとしてますね。本当に可愛い可愛い可愛い、うん、可愛いこと。作品は何を見てたの？作品は。作品は見てないんですよ。戸松遥さんもじゃあ見てたんだ。はい、声優グランプリとか雑誌とか読んでて、すごい、すごいな。ガチですね。ナチュラルさんたくさんお話できるから本当に。僕もね、デビューした頃からね、ずっと見てますからね。そうなんですね。まあ、最近は、まあ、有名どころの役どころといえば、そうですね、妖怪ウォッチの、ね、あの主人公とか、あとは、まあ、プリキュアにも出てますしね。なかなかあのお子様にも大人気な感じになってますね。はい、まあ、いろんなところで、ね、こうやって火がついていくのまたね、にぎわっていいかなと、はいはい、ね、いいですね。さあ、ということで、そんな中での選曲をじゃあ教えてください、ね。はい、今回やっぱりこの戸松遥さん最新のシングルをちょっと流したいと思いますね。ファンタスティックソーダ。 I'm glad it's gone.
お届けしたのは戸松遥香でファンタスティックソードでした。はい、まあ、非常に弾けるような感じで、そうですね、はい、もう夏も終わりですけど夏って感じの ね、うんうん、いいですね、そうですね、爽やかな曲でございました、はいはい、さあ、後半戦なんですけれども、うん、なんだかちょっと他人事とは思えないようなネタが、うん、そうですね、ちょっとそういうのをねぶち込んでみようと思ったんですけれどもですね、はいはいはい、今放映中のアニメでですね、はいはい、普通の女子高生がロコドルやってみたという、はいはい、まあ、このね、なんかロコドルってあまり聞いたことのない、うん、このロコドルっていうのはローカルアイドルの略でですね、はいはい、略、うんうん、そこでですね、流川市というところが舞台なんですけども、はいはい、実際その、まあなったのが流山市というね、千葉県にあるんですけども、はいはいはい、これを舞台としたところで、まあ、地元密着のアニメという感じになるんですけれどもですね、まあ、このローカルアイドルがその流れ川市を、まあ、盛り上げていくっていう感じの、はい、アニメになるんですけども、ね、はいはい、まあ、アイドル似たような感じでね、こちら、はい、似たような感じでね、いらっしゃるわけなんですけども、たくさんいますからね、まあ、これもね、同じようにその米子とかね、届いててね、はいはい、盛り上げていくっていう感じでですね、まあ、いろんなところにね、ローカルアイドルいると思うんですけど、はい、ついにね、それがアニメになったと、アニメすごいこという感じですね、なんかとんでもないことですね、とんでもないですね、まあね、どうなんですかね、そうです、まあ、地元密着の、ね、アニメってこれまでも結構あったんですけれども、うんうん、最近だったら、四国のお遍路をね、はいはいはい、舞台というか題材にしたアニメも出てきたりとかして、はい、もう何でもありだなっていう感じになってきたんですけど、やりたい放題ですね、ね、うん、まあ、このお遍路のやつはね、うん、UFO テーブルさんがですね、徳島県のね、はい、っていうのもあるので、うん、まあ、それを、まあ、四国のとかあと岡山の一部で流してて、うん、好評だったんで、はい、まあ、ネット配信するという形になったそうなんですけどもね、ずるいなー、いいですね、ガイナックスさんって感じなんですけど、青い炎とかやってる場合じゃないじゃないですか、下本さんね、ちょっと捕まえてなんかやってほしいです ね、まあ、なんか島本さん自体はなんか26日のね、米子映画歌に来られるみたいですけど、はい、なんかもうちょっとアニメ関係とか ね、なんかもうちょっと ね、なんかね、地元のね、なんかそれロコドルをねピックアップして ね、使ってもらってもいいじゃないかな、ね、広島とかでもいっぱいやってますしね、そういうの ね、玉揺れ的ななんかみたいなとこもやってますね、なんかなんか近くのね、なんかいろんなコンビニとかともね対応してるね、なんかローソンでどうこうみたいな感じでまあ、でも実際にこう活動しているこのロコドルって言われている、まあ、人たちって、はいうんうん、全国に今どれくらいユニットってあるんだろう、どれくらいあるんだろう、すごい多いです、でも数はすごいと思いますね、だなんで 500? すごいな、すごい47都道府県で500か、鳥取県も少なくはない、鳥取県、ね、10個ぐらい、うん、10個ぐらい、10個ぐらいっていうなんか表現がちょっと珍しいかなと思うんだけど、まあまあそんな感じで今本当に人気が出てきて、そうです、ねはい、ファンの人たちに支えられてるというような感じですね、うん、これまあ、メジャーデビューするとこもありますし ね、はい、なんかそういう風に、ね、盛り上がっていけばいいなというふうに思います、はい、以上ナチュラルの声優パレットでした、はい、コスピットのピッ、運動会のパン食い競争でパンを必死に取ろうとしている時のピッ、ビビビビ、アニダラ、高知県のアニダラでは皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております、はい、高知県のアニダラ頭でよろしくお願いします、すごい無音があったの、すぐあったのよ鳥取アニカル祭り2014は10月26日日曜日、はい、ガイナックスシアターにて開催です、そして10月4日は大山町で、人狼院大山を行います、こちら全然今バリバリ予約を受け付けておりますので、はい、ぜひホームページまでごアクセスください、はい、ということで、コスピットの出没情報は、はい、9月20日に、はい、大阪でライブがあります、はい、ピカあちゃうわ違いました、はい、ライブがあります、はい、そして9月21日は大阪で2周年を開きたいと思います、2周年を開きたい、はい、どうぞ、はい、すいません、はい、2周年では蝶々結びもね、はい、はい、ちょっと結びも来るのでぜひぜひよろしくお願いします、はい、お願いします、詳しいことはツイッターとかね、はい、Facebook 見てください、うん、はい、はい、ちょうちょ結びはですね、うん、出没情報がありまして、なんだ、9月20日にご縁のお結びを DSP さんで開催させていただきます、うんうん、はい、
詳しい方はぜひ遊びに来てください、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今週のお相手コーチケとコスピットの光とカノンとチョウチョ結びのあやとジュンナでした。ニッコニッコニー。この番組は開放倉庫やなこ店の提供でお送りしました。